直樹チャンネルの井上直樹です。今回の企画は皆さんが気になってるそのこれですね、髪の編み込みをちょっと今回は皆さんにお届けできたらと思います。よろしくお願いします。今計量も終わってちょっとこっちに横浜に戻ってきたんで今からやってもらいます。はい、じゃあ皆さん行ってみましょう。でこちらがいつもお世話になっている S ブランドさんの美容室になります。一緒に行きますか。はい、いらっしゃいませ。あ、これ食べるやつ、これ食べるやつです。これ100個ですか。肉巻きおにぎりはないです。今日は今日はいつも持ってきてないんで、今日は差し入れいっぱいです。あ、違うよ。違う全部僕のやつ。減量終わってから、減量終わってもうちょっと結構リカバリーしてもう食べるやつです。なるほど。食べきれなかったらこっちに回ってくるんですよ。食べきれなかったら食べきれるまで待ってます。はい、じゃあよろしくお願いします。ちょっとどんな感じに一服いつもみたいな、いつもみたいなここはあるんで、はい、こっちとは初めて、の方がいいかな。一応その予定でいたけど、はい、この感じでいけます。はい、じゃあまた3ミリでいっちゃっていい。はい、気合い入れてゼロとかじゃなくて、入れなくて大丈夫。気合い入れなくて大丈夫。問題なってる。今のカットだな。カットを。もうカットじゃなくて。もうカットじゃなくて。気合いは入れますけど、うん、そこに気合い入れなくて大丈夫。そこに気合い入れないで。あ、オッケーオッケー。気合いはもう入ってます。十分入ってる。十分入ってます。ちょっと俺これ気合い入れすぎて上まで行っちゃったらごめんなさい。いや、気合い入れなくて多分俺本当に叩かれるんだろうなって。それはないですよ。ちなみにこのヘアスタイルっていつから始めたんですか。これは3年前ぐらいからですかね。ちょっと髪が伸びてきてどうしようかってなった時に、姉がその先に試合の時にコンロをやってたんで、それちょっとやってみようと思って。なるほど。そういうきっかけか。そうそうそう。元はそこか。よし、とりあえずこんな感じですかね。はい、シャンプーしましょうか。じゃあ、はい、行きましょう。もう怪我は全然治った。怪我は全然大丈夫ですね。帰ってきた後ほら怪我して試合流れたでしょ。はい、あれはもう大丈夫。大丈夫です。おう、よかった。それも含め万全になってるわけだ。そうなんです。だから今回割と、うん、調子いいですね。去年より全然調子いいですね。おお、それはすごい心強いお言葉を。去年より調子いい。去年より調子いいです。去年は最悪でした。もうそういう感じ。本当になんかトーナメントだったじゃないですか。うんうんうん。だからその試合のたびに怪我してて、うん、もうさ満身創痍みたいになってる。だから今回は本当に何もない状態です、ね。すごい。じゃあ無事な感じで。はい。それはまあそれに越したことはないよね。回復するのに1年。本当ちょうど1年。はい、お疲れ様です。こんにちは。これがね、普段の風呂上がりの髪型です。風呂上がりの髪型はいります。よし、じゃあ行きましょう。はい、まずしもうゴーッとして食べないで。これいや、ちょっとやばいこと言うのは今のうちです。カットされそうなことは今のうちいっぱい言うとこうっていう。カットされそうなことないですか。ないです。普段じゃあそれ食べながらやってる感じなんですけど。
もう黙々と食べてる。食べてますね。まあこれはちょっとそろそろ好きなタイミングで行っちゃってもらっていいですか。レッツバイキング。これはこれなんかセットで出てきたやつですか。セットついてきたやつ。セットでついてきたやつ。どういうセット。どういうセットについてきたやつって多分頼んだよね、ちゃんと。なんかセット頼んで。なんかセット頼んで。別にいらないけどついてきたやつみたいなの。とりあえずなんかついてきたんで、それは後でちょっと。後で。はい。うどんです。うどん忘れちゃいました。メントランドまた東京のおしゃれなうどんじゃないのって言われてますけど、生クリームただホイップクリーム今から食べますって感じです。確かに何か分かんない。クリームチーズ。おお、クリームチーズさんだ。思った以上に食レポしてくれなかったっていう。そうだ、俺案外触れてこないと思って。あんだけ最初クリームだけ舐めてるくせに言わないんかいみたいな。言わない方がいいじゃないですか。しれっと卵割ってる。ここでは自由ですから、ね、そうなんだよなこのお店。うちは自由なお店なんでね、普通にマックめっちゃ買ってくる人も全然いるんで。普通にうどん食べてる人も、うん、俺も友達の仕事帰りにマックのポテトとビール買ってきてここでやってるから。で俺後ろで黙々と髪切るっていう、そういうお店ですね。そういうお店って言ったらもう層が悪そうなんで。僕はもう仕事ですから。仕事してます。これそうね、これ仕事だもんね、食べるもんね。仕事してますから。いや本当に大事な仕事ですから、ね、大事な仕事ですよ。減量クリアした後って、はい、もう別にそこからもう自由なんですよ、完全に。まあ自由ですね。まあ自由、ね、まあ試合に向けてどこまでどうするかって感じですね。なるほどね。それは今日参加していた体重を測った選手は上にもめっちゃ食っているっていう、まあ食べてるか、まだリカバリーしてる最中か。はい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 。いただきます。いっちゃってください。ああ、おいしそう。ああ、おいしそう。食べてないですか。俺は編むことに集中しとってます。でしょ、サムネビフォーアフター系にしようかなと思ったけど、髪切りながらうどん食ってるっていうのがいいんだ。なかなかないですからね、それが撮れるのなかなかいい絵だと思う。なんだろうね、この絵は。それは足りないかもしれないですね。絶対、それ小盛り小盛りですね。それ、こんなのだって二口ぐらいで終わっちゃうんですよ。二口でも終わらない。小盛りにしてくれなかったですね。完成です。完成。うん、明日これで。1本だけで。ここにうどん屋でさっき買ったエビの天ぷらが1本。はい、雨って。はい。あおお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 おそうじゃん。すごい。ガチハプニングです。こういうところを流す。そうね、いいと思う。採用で。全然採用で。この間冷蔵庫もう全部ぶっ飛ばしました。あマジか。嘘。もらったオムレツの写真の色がめっちゃ黄色かった。何それ。めっちゃ黄色いオムレツができました。色の感触。
まだもう一個ありますけど。ですか。ちょっととりあえずセットのやつを挟みます。セットのやつ。セットのそれはなんだ、塩豚丼っていう、牛丼だね。牛丼、塩漬け。セットのやつこれ結構量入ってるんですけど、井上直樹ビビってる。うわうわ、あのね、なんだろう、編んでる舌で食われるの超いい匂い。すっごい直で匂いくる。俺いつもビエンナの今日鼻聞いてるからすごい分かる。うわいいなこれ。今日もう毎年ねすげえ食い物の量持ってくるから。今日少ないな。なんかいつもよりどうしたんだろう。普通に1食分みたいな感覚。いつももっとバラエティに富んでる気がして。とりあえず和菓子が結構占めてる感じ。和菓子何が一番好き？和菓子ですか。うん。大福とか団子とか。あんま好きじゃない。あ、でもいちご大福とかめっちゃ好きです。ああ、ちょっとおしゃれなとこ行った。おしゃれなとこ行った。いちご大福があったら。いちご大福確かにうまいな。うまいですね。このこしあんのやつがいいです。俺もこしあんのがいいです。この間の生放送で、うん、水木さんめっちゃなんかその美味しい団子屋の話をしていて、うん、俺横で聞いてて、ちょっと途中もう耐えられなくて笑い出しちゃって。めっちゃ濃厚で、なんかちっちゃいんだよ。でもちっちゃいんだけど、ごまの風味だけはめっちゃ濃厚。原料つまみ。あ、そうなんだ。大丈夫。原料中やで。地獄。1週間もないのにその話してくるんですよ。別に多分俺の肉ネタどうでもいいだろうなっていう。あの主役はなんか黙々と食べてる。食べてる動画なのか、や、コンローしてる動画なのかわかんない。コンローおまけでしょ。コンローがおまけ。一応明日試合ということで、その話をちょっとしておかなくちゃいけない。ちょっとね、今だって結構回しててふと思ったのが、俺何も知らないこと触れてないんだ。いや、まあ今日はコンローの動画なんで。試合はまあなんとかなります。なんとかします。してください。多分ね、今日この雰囲気が持ち味なんでしょう。このね、試合前日にのんきにうどんを食って頭を編んでるっていう、試合のことは何も触れないっていう。もう今更ですもんね、試合のことを考えても。もうやるしかない。はい。実際どうなん？その、もう、めっちゃ考えたりはするの？その前日に。イメージトレーニングっていうか。ああ、でも勝手にイメージトレーニングはしちゃいますね。やっぱするんだ。はい。まあ、だけど、うん、まあ、いつもの練習でやってることが出るんで、まあ、今どうこうしようと関係ないですよね。急に後ろ回し蹴りやるとかならないじゃないですか。イメージトレーニングして、イメージトレーニングだから後ろ回し蹴りしかやってねえみたいな。じゃあもうそれは後ろ回し蹴りしかないですね。やるしかないです。で、本番後ろ回し蹴り一回決まらなかったらもう打つてないみたいな。詰みじゃないですかそれ。詰んじゃった。でもやっぱりちゃんとそうやってイメージはね、持つというか、もう自然に、それこそさっきの話じゃないけど、自然にできてんだろうね。そうですね。でも本当に寝る前とか試合のこと考えちゃうと寝れなくなっちゃうんで、そう、寝る前はチャーハンの動画見てます。
さん中華のチャーハン、うん、チャーハン鍋振りをねずっと見ちゃう。これやってるのをずっと1時間ぐらいあるやつをずーっと病気や1時間やばない寝ながらあの布団に入って暗くして、うん、この間生放送で言ったら最初に来たコメントやんでるやんって言ういや俺も衝撃でしたもんチャーハンの動画見るんだって片側完成しました。今度はね、牛丼こっち何あ、さっきの牛丼持ってない牛丼は乗ってないですで、肉丼片側完成しました。片側だけで大丈夫。片側だけこれで行くんですか。ええ、これで行ったらこっちから見たらいつも通りのだけで左見たらなんか全然違うやつみたいな。そういう感じで行きます。じゃあのカメラずっとこう向いてるんだよ。片側みたいな。片側のずっとこっち。片側の時もずっとそっち向いて。やだな。確かにまあご飯類だったらどっち派。麺類、ご飯、パン、あと何だろう。パンです。パン。あの、なんだろう、期待通りの答え、期待は。あの、ここで一切食べてないものを言うっていう。ご飯と麺食ってんのにパンかい、みたいな。ごめんね、あの、スポンサーのこともあるから、多分ここ買ってやる。明日の試合の、なんだろう、勝つ。勝つ確率は何パーセント。勝つ確率は 99% です。 1% は譲るそこはちょっと謙虚だ、ね、まあもしかしたらがあるかもしれない。確かにね、それはね。大丈夫ちなみにもう一回聞くけど痛くない。大丈夫です。強いな、やっぱ強い格闘家は頭皮も強いんだな。結構痛がる人いるんですか。もうなんかたまに痛くて涙目になってる人とか。あのちっちゃい女の子供とか、あのよくキッズダンサーみたいな、あのダンスやる子とかよく網に来るんだけど、あの痛すぎて途中であの未完成でもういいみたいな、ここたまにいます。でなんかなんだろう、なんかごめんねって思いながら、すごいなんか多分その子俺のこと嫌いになってんだろうなと思ってなんかほんごめんねって言いながら、うん、あのおっさんやだ、髪痛いからみたいな多分そう思われてんだろうなっていう。今後は多分この大晦日の直樹くんを見て編みたいって人が増えるっていう。それ増えてくれたらいいですね。ね、髪編んだらめっちゃうどん食えるみたいなここ来ると髪編んでもらえて牛丼食うんですよサイドメニューは牛丼です編みながら食える牛丼だけど好きな食べ物はパン来年はどんな一年にしたいですか、突然来年はそうですね、まあ、でもそのベルトを取れたらまあベルトって感じですかね、うんうん、ライジンの、まあ、あとはたくさんパン食べることですねどうしよう、この人ちょっとダメかもしれないまあでもほらね、たくさんパンを食べるためにはやっぱ計量頑張らなきゃいけないっていう。そうですね、あれですね、そこにつなげればいいのかな観光で見学行こっかお、そうこうしてるうちにあっという間にできましたね。すげえ。もう痛いところはないでしょうか。大丈夫です。いかがでしょうか。完璧です。気合入りましたか。気合入りました。もうめっちゃ引っ張られてる感はあるでしょう。ありますけど
めっちゃ引っ張られてる感がないと多分緩いんで、あ、うん、めっちゃ引っ張られてる感があれば OK。 じゃあ OK ですね。じゃあ、よし、OK です。ありがとうございます。完成です。完成です。どうしよう、ずっと食べ物の話しかしていない。試合の話だから1分もない。気合入ったところでちょっと試合への意気込みでもね。はい、最後の試合の意気込みだけ、意気込みだけ。まあでもこれ公開されるのが試合終わってから、終わってから。そうなんですよね。こういう場合ってこれどうするの、試合終わってからの感想。いや余裕でしたね。終わってからまたやりますよ。はい、いやもうこれをご覧の皆さんは試合が終わった後だと思うんで、めっちゃ引っ張られてる。しっかり見といてください。おっす、ありがとうございました。おっす。申し遅れました。 S ブランドの店長秋山と申します。アッキーって呼んでください。一回も会ったことないです、まあ、そうだっけ。アッキーさん言ってるの。アッキーさん、うん、あのいつもね、ちょっと長くん気合い出るとき担当させてもらって、はいはいはい、ちょっとさっきも俺の気合を注入しといたんで、ええ、まあ、あの間違いなくね、あの活躍してくれると信じてるので、あもう本当にこういう頭とか何でもね、お任せください。うち結構わがまま聞いちゃうんで。あのさっきみたいにあの食べながらも大丈夫です。なんかいろんな髪型試したいと思ったら、ぜひエスブラのさんの方へ来ていただければと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。